緑が LHLH サージとは、大体形成ホルモンが一過性に放出される現象。LH サージは排卵直前の大きさのグラーフランホーの乱母細胞の成熟分裂を再開させ、排卵を引き起こす。LH サージ開始後、人では24から36時間、牛では25から30時間、豚では40時間、羊では26時間、ラット。 マウスでは10から12時間で排卵する。交尾排卵動物である猫では、交尾刺激により LH サージが起こり、LH サージ後24から30時間で排卵が起こる。生鮮刺激ホルモン放出ホルモン及びエストロゲンの性のフィードバック作用により LH サージは引き起こされる。GNRH は、下水体全容に作用して、LH 及び卵胞刺激ホルモンの分泌を促進する。 LH と FSH は共同して、包状卵胞を成熟させ、卵胞上皮細胞における、テストステロンの合成、分泌を促進する。テストステロンは、基底膜下の下流膜細胞で、FSH の作用により、エストロゲンに変換される。この動作をニセル2号などトラピンセオリーと呼ぶ。エストロゲンは、死傷株における、GNRH の分泌を促進するとともに、 GNRH に対する下水体の感受性を高める。ありがとうございます。